スプラ3の最強武器教えます。はいどうもこんにちは、アリオナです。皆さん、スプラ3の前夜祭楽しみましたか？もう中にはね、時間いっぱい12時間プレイしたよって人も結構いると思うんですけど、てかもう僕の知り合いはそんな人ばっかだったんですけど、今回はそんな視聴者さんにアンケートを取って、スプラトゥーン3前夜祭時点で使える武器の中での最強武器はどれなのかっていうランキングを作ってきたので、ぜひ最後まで見てスプラ3での武器選びの参考にしてもらえればと思います。結構ね、意外な武器もランクインしてて、かなり面白い結果となっていました。それでは本編どうぞ。10位。今回も10位まで持ってきました。第10位はドライブワイパーですね。早速スプラ3から登場する新武器になっています。サブカトーピードスペシャルがウルトラハンゴですね。性能としては30ダメージのインクをピュンピュン飛ばしたり60ダメージのため切りで、超近距離で1角という性能になっていますね。塗りはそこそこ強くて足元塗りも発生するんで、塗りの面に関してはまあまあかなという印象ですね。ただしこの武器スプラでは珍しい曲射が全くない武器なんで、結構スプラトゥーンというゲームの特徴でもある立体的な攻撃はほとんどできません。つまり上下をうまく使った立ち回りには弱いということですね。で、このワイパー10位なんですが、まずこの時点で僕かなり意外でした。というのもワイパー僕の体感ではかなり扱いにくいし弱い方だなと思ってたんですけど、視聴者さんの中には強いと感じる方も多かったみたいですね。結構 Twitter とか僕の周りでも雑魚武器扱いされてたんで、ランクインしてきたのは結構ね意外でした。僕の中ではカーボンと似た何かを感じたので、こいつは嫌いです。9位。第9位はリッターですね。リッターは安定して強いでしょう。全武器の中でも最長の射程を誇り、遠距離からの理不尽なスナイパーも手がつけられないですからね。僕も前夜祭中使ってみましたが、やはり射程は正義なんだと、そう感じさせられましたね。サブがトラップ続投で、スペシャルがホップソナーということで、クイバはやっぱりスプラ1の頃から取り上げられたまんまなんですが、スペシャルのホップソナーが1のリッターのスーパーセンサーを少し意識した感じがして、スプラ1をプレイしていた身としては嬉しいですね。というかクイバは強すぎるんでリッターにはつけたらダメですね。ただリッターはスプラ3からメイン性能が消えるので、今までリッターに少しメイン性能をつけていた人はかなり射程に違和感を感じたそうです。ちょっと射程短くなったっていうツイートが結構見られましたね。それでも最長射程であることには変わりないので、環境次第だとは思いますが、一定の地位は持ち続けるんじゃないかなと思います。8位。第8位はこれまた珍しい銀モデラーですね。サブが炭酸ボム、スペシャルがサメライドになっています。ガチマッチではかなり雑魚武器扱いされてきましたが、モデラーといえばやっぱり塗り。塗りが重要になってくるフェスの縄張りではかなりの活躍を見せたということを、このランキングが物語っていますね。モデラーの塗りに加えて炭酸での塗り、そこに今までのプロモデラーにはなかった突破力を補うサメライド。かなりバランスの取れたメインサブスペなのではないでしょうか。僕は前夜祭で銀モデラー使わなかったんですが、こうやって話してると縄張りで大活躍してそうですね、この武器。ガチマッチでの評価も楽しみです。7位。第7位もかなり珍しいです。7位はクワッドホッパーですね。ここ2連続で2では強くないとされてる武器が登場してて面白いですね、この時点で。スプラ3とスプラ2の環境の違いを感じますね。クワッドのサブスペはロボットボムとサメライドになってます。別に塗りもそんなに強くない、縄張りに向いてないクワッドがランクインしてきた理由に、他の強武器がまだいないっていうのもあると思うんですが、個人的には対処のしづらさっていうのがかなり大きいんじゃないかなと思います。というのもフェス、それに加えてこの前夜祭ですね。ある程度実力分けされてるとはいえ、やっぱり若干の腕前のごちゃごちゃ感はあると思うんですよね。簡単に言ったら A 隊の人が S プラスの人と当てるみたいな、そんな感じです。じゃあそうなった時に S プラスの人がクワッドを使ってると A の人ほとんど止めれないと思うんですよね。クワッドはね、対処法さえ知ってればそこまで対処しづらい武器ではないんですが、そもそも知らないって人もいるだろうし、知ってたとしても格上の相手となるとかなり隙間を見つけにくくて難しいのかなと思います。ちなみにクワッドはしっかり4回スライドを使わせて、その後の硬直を狙うことで簡単に倒すことができます。知らなかったという人はぜひやってみてください。で、クワッド僕も使ってみましたが、めちゃくちゃリスキルできますね。やばいです。スペシャルも自爆スイッチと言われたスーパー着地からかなり進化して、扱いやすさ、強さともに強化されたサメライドになったので、そこも扱いやすさアップですね。武器として一皮むけてきました。では次行きましょう。6位。第6位はバケツです。ついに来ました。強武器と呼ばれる部類の武器ですね。バケツは1も2も呼ばれていて、かなり凶悪な武器となっています。どの環境でも最低限の強さを持っていて、スプラ1もスプラ2も1回は環境を支配してますね。特にスプラ1の最後はバケツが強すぎてバケツ祭りでした。そもそも射程と攻撃力、それに加えて投げ払いや局射などの対面性能、さらにサブが扱いやすいスプラッシュボム、これで弱いわけがないんですよね。そしてスペシャルは新スペシャルのトリプルトルネード、目隠しや塗り、敵をどかしたりと幅広い用途で使うことができ、操作もそこまで難しくないので、トリプルトルネードはかなり強い部類のスペシャルと言えるでしょう。僕も前夜祭でバケツを使いましたが、やはり強かったですね。投げ払いやボムコンボ、局射を極めたバケツ使いでの対面は本当にきついですね。スプラ3でも必ず一定の地位を確立する武器だと思うので、メイン武器が決まってない人はかなりおすすめの武器になっています。では次行きます。5位。第5位はハイドラントですね。動画を見てる皆さん突然すみません。これメンバーシップ特典のお知らせになります。メンバーシップの黒毛和牛以上になっていただいた方は、専用のディスコードサーバーにて、僕に好きなだけ質問することができます。さらには動画付きの質問も OK なので、スプラトゥーン上手くなりすぎたいという方は、お昼ご飯を一回我慢して、ぜひ黒毛和牛へ加入お願いします。それでは続きをどうぞ。これバケツの時も思ったんですけど、インクの雰囲気とか操作感とかめちゃくちゃスプラ1に寄ってるんですよね。これには某エースさんも大喜びです。懐かしさを感じますね。さすが任天堂プレイヤーの喜ばせ方を熟知しています。話を戻しますが、ハイドラントさん実はかなり扱いやすくなっています。サブがロボットボムで、これは別にいらないかなって感じなんですけど、スペシャルがナイス様です。スプラ2まではインクアーマーでしたが、回転率を考えた時に、ハイドラのアーマーってあまりにもスペシャルとして微妙なんですよね。アーマーってできれば試合中にたくさん欲しいので、でもハイドラントはキル特化の自己完結型の武器、アーマーをたくさん回すという立ち回りは向いてなくて、どちらかといえばアーマーとの相性悪かったんです。ただ今回はナイス玉ということで、自己完結アタッカーのハイドラントにはもってこいの無敵スペシャルというわけですね。相性の悪いチャージャー相手にもナイス玉で多少ですが対抗することができるので、スプラ2に比べると扱いやすくなってるんじゃないかなと思います。瞬間的な塗りも補うことができていますね。ただしボムに弱いとかチャージが長い、で基礎塗りが弱いなどの弱点はこれまで通りなので、扱いにはかなりの慣れが必要かなと思います。4位。第4位お待たせしました新武器のトライストリンガーでございます。いやー、これも僕の中では意外でしたね。というのも、僕が結構使うの苦手なだけかもしれませんが、トライストリンガー使うのめちゃくちゃ難しくないですか？一撃で敵を倒せる範囲がめちゃくちゃ狭い上に、塗りにも癖があるんですよね。で、エイム力とか敵との距離感をつかむ、局所の感覚などを求められるスキルが多くて、しかもどれもかなりのレベルが必要なので、弓が強いと入れた方はかなりの猛者の方が多いのではないでしょうか。僕も配信で使ってみましたが、慣れるまでにはかなり時間がかかりそうという感想ですね。その難しさにもだえていました。僕もかっこよくね、弓で20キロぐらいしてみたいもんですね。まあ、使いこなしたら強そうかなくらいの感想ですね。アップデート次第では誰でも使える化け物武器とかになりそうで怖いので、そこの調整は任天堂さんお願いします。3位。第3位は、お前まだ強かったのかということで、52ガロンですね。シールド付きで基本性能は2と変わらないので、安定した対面力や平均以上の射程、塗りの強さなど、抜群の安定感を誇る52ガロンは、3でもしっかりと強そうですね。ただし、スペシャルがナイス沼からメガホンレーザー 5.1 チャンネルになったことにより、2ほどの維持力とか安定感はなく、何でも自分でこなせる武器から、抑え切ったらマジで強いぐらいの武器に変わったかなという印象ですね。2のガロンはマジでサブスクメイン全ての噛み合いが半端なくて強すぎましたからね。まあ、ただ先ほども言った通り、基本性能は2と変わらないんで、まだまだ十分強いというか、3位にランクインしてるんで、かなり強い武器であることは間違いないですね。僕もガロン使いましたが、キル性能なども健在で、3でもしばらくは猛威を振るう武器になりそうです。2位。第2位は主人公、スプラシューターですね。これは嬉しい人も多いんではないでしょうか。サブが9番ボム、スペシャルがウルトラショットと、かなりスプラ1を意識したサブスペになっています。噂によると射程が若干伸びてるそうですね。僕はそこまで細かく見てなかったんで、気になる方は寿司使いの人に聞いてみてください。まあ、やはりスプラシューターも基本的には何でもできる万能型のシューターなんで、武器数がそこまでまだ多くない前夜祭ではかなり強さを発揮したんじゃないかなと思います。スペシャルのウルトラショットが思ってるより癖の強いスペシャルでしたね。構えてる時の動きが鈍くて1のスパシャほどの破壊力はありませんでしたが、それでも1勢からしたら嬉しい組み合わせだとは思います。派生武器の寿司コラボも楽しみです。1位、お待たせしました第1位ですね。まあ前夜祭をプレイした人ならわかるでしょう。第1位はクローズアップです。お前もまたかと。お前もまた上位に入ってくるのかと、そんな空気が流れていますが、サブが9番ボム、ここまでは2と変わりません。スペシャルが新スペシャルのエナジースタンドですね。こいつがとにかくやばい。エナジースタンドマジやばいです。まあもうね、過去に動画で取り上げたんですけど、言ってしまえば自分と味方のバフができると。インクアーマーとは違うんですけど、移動速度のアップだったりとか、復活時間の短縮、スーパージャンプ時間の短縮、スペシャル減少量マックスなど、あとは安全靴もかな。もしかしたらこれ以外にも強化されてるかもしれません。とにかくエナジースタンドを使った後のイカちゃんが、チートなんですよね。インクアーマーほどの不快感はありませんが、Twitter ではエナジースタンドが多い方が勝つみたいなツイートも見ることができました。まあ、それぐらいエナジースタンドをクローズアップ強かったですね。この調子でいけばおそらくスプラ2でもクローズアップは常に環境を牛耳ることになるんじゃないかなと思います。任天堂さん、そろそろクローズアップ飽きました。まあ、こんな感じで今回の動画これで終わりたいと思います。他にもね、こんな武器強かったというのがあればぜひコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。